はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、憲兵率の緩和について解説させていただきます。緩和っていうのは制限が緩くなるっていうことです。制限が緩くなる、で制限が緩くなるってこうちょっとイメージしづらいかもしれないんですけども、例えば憲兵率が10分の5だったと仮定します。でそうすると敷地面積が100平米に対して50平米の建築面積の建物を建てることができます。これが制限が緩くなってちょっと大きな建物を建てることができる。例えば70平米分の建築面積を持った建物を建てることができるってなると、これは憲兵率が10分の5から10分の7に変わってますよね。これが制限が緩和されたということです。でちょっと具体的に、じゃあどういった場合に緩和されるのかっていうところを解説していきます。まず一つ目は特定行政庁が指定する過渡地、これについては憲兵率が10分の1緩和されますよっていう話です。特定行政庁って何なのかというと、これは、まあ、知事って考えてください、まあ、知事って考えていただいたら大丈夫です。まあ、行政側って考えてもいいですね。役所とかでも全然構いません。まあ、役所が指定したんだと。役所が指定した過渡地については、10分の1緩和されるよってことですね。で、これ単なる過渡地じゃダメなんですよ。あくまでもこの特定行政庁が指定していなかったら、この緩和受けることができないんですね。例えばこういった過渡地があって、ここの過渡地ですね。これについて特定行政庁がこれ指定したと。憲兵率をプラス10分の1していいですよって指定したのであればプラス10分の1できるけども、単なる過渡地、特定行政庁が別に指定していないっていうのであればこの緩和受けることができません。で例えばなんですけども、ここの特定行政庁が指定した過渡地の憲兵率が、都市計画で定められた憲兵率が10分の5だったと仮定します。そうするとこれで特定行政庁が指定したわけだからプラス10分の1できるんですよね。プラス10分の1するとどうなるかっていうと10分の6になりますよね。これで緩和されたってことになります。もともと100平米の敷地で建築面積50平米しか建築できなかったけども、それが60平米の建物を建築することができるってことだから、これは緩和されたってことになりますよね。で続いて、準防火地域内の耐火建築物と、もしくは準防火地域内の準耐火建築物等である場合、これも同様にプラス10分の1することができます。まずある土地があって、ここが準防火地域に指定されています。まあ、準防火地域っていうのはこの建物が燃えた時に他のところにどんどん燃え広がりやすい地域です。そういった地域については準防火地域に指定されるんですね。まあ、そういった地域の中で耐火建築物、まあ、これイメージとしては燃えにくい建物です。燃えにくい建物を建てるのであればプラス10分の1していいですよってことですね。ちょっと大きな建物建てていいですよ。また準防火地域に指定されていて準耐火建築物等であったとしても、これもプラス10分の1でいきますよ。まあ、耐火建築物よりもちょっとですね、燃え広がりやすいけれども、普通の建物よりかは燃え広がりにくいんですね。だから、まあそれでもいいでしょう。ということで、準耐火建築物等とか、耐火建築物等については、プラス10分の1できますよってことです。で、この等がついているっていうのは、耐火建築物とか準耐火建築物だけじゃなくて、それと同じぐらい炎症を防止する、燃え広がりにくい性能を持つ建物も含んでくるからなんですね。まあ、この点についてはまあそれほど気にしなくてもいいかなと思います。で、3番目は、防火地域内で、かつ耐火建築物等である場合です。で、防火地域と準防火地域の違いで言うと、防火地域の方がより制限が厳しいんですね。つまりより燃え広がりやすい区域ってイメージです。だから準耐火建築物ではちょっと不十分なんですね。準耐火建築物よりも燃え広がりにくい建物に限って10分の1できますよってことになっています。なので防火地域、ある土地があって、ここが防火地域に指定されていて、そこに耐火建築物等を建築するのであれば、これはプラス10分の1できますよ。憲兵率をプラス10分の1にできますよ。っていうことですね。
まあ、丸2の具体例、丸3の具体例、まあ、どっちもそうなんですけども、例えば、憲兵率が10分の5の、土地があって、そこが、例えば、準防火地域に指定されていて、で、さらにそこに建てる建物が準耐火建築物等であった。というのであれば、10分の5プラス10分の1で10分の6になりますね。3の具体例も一緒です。防火地域に指定されていて、ここの憲兵率が10分の5でした。で、ここに建てる建物が耐火建築物等であるのであれば、10分の5からプラス10分の1して10分の6になるから、50平米じゃなくて60平米の建築面積を持った建物を建築できるんだよ。っていう話ですね。で、まずここまでが基本事項になってきて、ここから、掛け合わせが出てきます。つまり、この特定行政庁が指定する過渡地であって、かつ、ここが、例えば、準防火地域に指定されていました。で、ここに、耐火建築物等とか、準耐火建築物等を建築するのであれば、この場合どうなるかっていうと、これとこれ2つ満たすわけだから、これとこれ足した10分の2、10分の2緩和されるんですね。つまり1と2ですね。1と2。両方満たす場合は、10分の2緩和されます。まあ、こちら、1たす3って書いてあるけども、まあ、1と2で一緒です。1と2も同じ内容です。これ10分の8じゃなくて、10分の7なんですね。憲兵率が10分の5の土地があって、ここが特定行政庁が指定する過渡地であり、かつ準防火地域内の準耐火建築物等であった、まあ、耐火建築物等でもいいんですけども、そういった建物を建てるというのであれば、10分の5からプラス10分の2して10分の7になりますよってことですね。まあ、1と2も同じです。1たす2も1たす3も一緒なので。じゃあ1たす3の場合っていうのは、特定行政庁が指定する過渡地であって、かつこれが防火地域内に指定されていて、で、かつここに建てる建物が耐火建築物等であるのであれば、これとこれ両方満たすから、これとこれ足した10分の2されるんですね。だからここ、もともと10分の5、憲兵率が10分の5であるのであれば、これにプラス10分の2をして10分の7になるよっていう話です。で、ちなみにこれ2と3同時に満たすってことはありませんからね。ある土地について防火地域に指定されていて、かつ準防火地域にも指定されるって、同時にこれとこれが指定されるってことはありませんので、まあどちらか一方です。指定されるとしたら。だから2プラス3っていうのはないって話なんですね。まあこれは理解していただければわかると思います。で、続いて波線がついている部分に関連してくるんですけれども、憲兵率が10分の8だった場合、都市計画で定められた憲兵率であったり、まあ、商業地域は建築基準法で憲兵率10分の8って決まってますよね。まあ、そういった場合です。その場合は、これ憲兵率の制限がなくなるんですね。つまり、敷地いっぱいに建築できる、まあ、理論上ですね。法律上は敷地いっぱいに建築できるってことになります。まあ、これ憲兵率10分の10、まあ、100% っていったイメージなんですけども、まあ、こっちのね、下の話はわかると思うんですよ。なぜかというと、憲兵率が10分の8で、プラス10分の2したら、10分の10になりますよね。10分の10は 100% じゃないですか。だから100平米の土地に、建築面積、100平米の建物を建てることができるってことは、まあ、これ、もう憲兵率の制限ないですよね。もう敷地いっぱいに建てることができるってことだから、憲兵率の制限がそもそもないですよ。どんだけ大きな建物建ててもいいですよって話だから、憲兵率の制限はないっていうのは理解できると思うんですよ。一方でここなんですよ。3番についてはプラス10分の1しかできないにもかかわらず、憲兵率が10分の8の場合、これはもう憲兵率の制限がなくなって、いきなり10分の8プラス10分の1して10分の9になるんじゃなくて、いきなりもう飛んじゃって10分の10になっちゃうんだというところなんですね。だからここだけは注意してほしいんですよね。ここの下についてはもう足したら10分の10になるから全然問題なくわかると思うんですけども、3番については足したら10分の9になるにもかかわらず、この場合は例外的にもう10分の10、憲兵率の制限がなくなっちゃうってことになりますので、この点だけ注意してください。こっちはダメですよ。2番とか1番。これについては憲兵率の制限がなくなることはないんですけども、3に限ってだけ憲兵率の制限がなくなりますんで、この点だけは注意しておきましょう。で、今回の部分についてはよく宅建試験にも出る部分なんで、しっかり何度かこの動画見ていただいて復習していただければと思います。
で、個別指導についてはこうやってイメージしながら、具体で入れながら、また理解をしながら学習するってことを行っております。自分自身で勉強していて、あまりわからないな、また予備校とか通信講座とか通っていて、あまり理解できないなっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導であれば理解しながら学習していきますので、記憶力が弱い方であったとしても合格すること可能です。実際70代の方で記憶力が落ちているっていう方であったとしても、この理解学習を使って合格していただいておりますので、その点もご安心ください。個別指導であなたの受講をお待ちしております。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。